丈夫か、何何何、今一発当たったか。こりゃ面白い喧嘩だ。すぐに終わらしちまうのはもったいねえな。キリがね。なんや、本田藩。もう始まっとるやないか。わしのこと待っててくれへんかったんかい。お前は、もみあげ。あいつは、お父ちゃんが。親父。おい、ビビんな、ケンヤ。久しぶりやな、ケンヤ。えらい探したで。母ちゃんと突然逃げ寄って、ほんまびっくりした。ピッ！スキリ！おっと、八神さんには俺の相手してもらうぜ。向こうは今しつけの真っ最中みたいだからな。どけよ、サーコ。お前、もうお前いいよ。なんで押し切り不動なんかと。不動さん、俺がやってる格闘大会でケンヤ君が優勝した話聞いたらしくてな、遊びに来たんだよ。ついでに大会にエントリーしてくれたんだが、あのおっさんめちゃくちゃ強くてな、近江連合が解散しちまってちょうど暇だったみたいだし、新京浜同盟にスカウトしたってわけだ。あ、京浜同盟やったんや。京阪じゃなくて。だから本田と押切不動が玄武会の会場の前に一緒にいたのか。さーて、おしゃべりはここまでだ。八神さん、喧嘩しようぜ。猫パンチさせてくれ。ケンヤ、お前にはたっぷりお仕置きせなあかんな。二度とわしから逃げようやなんて思わんように。立てケンヤ、勝てる、絶対勝てるって。お前の強さやったら。後ろ！届け。そら親父面するんじゃねえ。ああ。お、なんやお前。みんな。さすがにこのメンツには勝てんやろ。不動。こっち来て友達ができたみたいやな、ケンヤ。てめえ。あっちはまずそうだね。よそ見してんじゃねえぞ。さっさとやっちまおうぜ、もうこいつ。あぶっとじな。佐久間。鬼だけ。お、全然あかんな。おい、マジかよ。え、あいつらが一瞬で。マジか。親父。ケンヤ、わしと来い。え、わしは新京浜同盟のケツ持ちになる。お前はわしを手伝うな。東条会も近江連合もなくなってもうたからな。わしには帰る場所が必要や。こんなクゼどころか天道よりも弱そうなやつに。わしには逆らえへん、勝てへん。ボクシングなんかならって無駄や。だがわしと一緒に来ればお前は裏社会で活躍できる。せやからケンヤ、わしと一緒に来い。お前の力有効活用するんや。ケンヤ、ダメ、あなたじゃ無理。ケンヤ、ダメだ、行くんじゃねえ。旋風奪われちまうぞ。お前がここで築き上げてきたもの全部、せっかく八神のおかげで死ぬことができたんだろう。人を壊すためではない、力の使い方を。スポーツとしてのボクシングの楽しさを。おっちゃん。だとれ。おっちゃん。押し切り、轟の言う通りだ。
このままじゃお前は一生親父の道具にされちまうぞ。3分ぐらい組み合ってないか、お前。いいのかよ。自由を勝ち取るはずだったんだろ。ボクシングもっとやりてんだろ。ボクシング、まさか立ち上がれ。俺に逆らう気ちゃうやろな。親父、あんたにはついていかん。あんたとは一緒にいかん。もう何も奪わせへん。あんたなんかには奪わせへんわ。いっぺん死なな、わからんようやな。離せ。押し切り、行けるか。ああ、もう逃げん。俺にはボクシングがある。よし、行くぞ押し切り。ああ、2対2か。それも悪くねえ。なるほどね。しゃあない、ひとまずおとなしゅうなるまで。ケンヤ、芝居だるけ。お前フードいけるか。俺ホンダ即殺するわ。その前さ、ちょっとみんなでさ、みんなでご飯食べへん。死にそうなんやけど。幕の内弁当、幕の内弁当、幕の内弁当、とんかつ弁当。二人して俺狙ってきてんですけど。待って、じゃあお前来いよ。うわ、つかみけか、めんどくせ。なるほど、お前、ザンギか。で、ちなっちょ、お前、まあ、マジで。ザコ、ジョジョンだよ、お前。ちょ、なんで二人で来てんの。オッケー。体力はちょっと低いな。おっと、不動君も来てる。お、ナイス、いいね。おい、オッケー。じゃあやろうか、不動。おい、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 あ、効かねえんだよ、バカが。あ、もっといくぞ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 。よいしょ。ミスチャルボクシングよ。よっこいしょ。なんだその HP の減りっぷりや。お、死ぬんじゃねえだろな、お前。危ないね。カウンターで決めてやるよ。なかなかやるじゃねえけ。オッケー、ケンヤ、お前とどめさせ。決めてやるわ。ケンヤ、ケンヤ、ケンヤ、いけいけいけ。お前が気をつけろ。ケンヤ、ケンヤ、ケンヤ。まあ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 。ケンヤ、わしに逆らってただで済むと思っとるんか。知らんわ、そんなもん。そんな脅しもう聞かんわ。なんやと。大したことないこと分かっちゃったもんね。押し切り不動、あんたは息子を恐怖で縛りつけてきたんだろ。あんたに逆らうことがないようにな。だがこいつは強くなった。もうあんたのことなんか怖くないようだぜ。せやな、やってみたら意外とちょろかった。せやろ。こんなクソガキが。いいカウンター。あ、脳が揺れて立てないね。ボクシングや。何、俺にはボクシングがある。だからあんたに教わった人をぶっ壊すための技術なんてもう必要あらへん。くんや、つめえ、つに乗りやって死ねや。親父、二度と俺の前に姿を見せんといてくれ。撤退だ。驚き、怪我したみんなは。ああ、頑丈な連中だ。意識またししばらく休めば治るだろう。そうか。ありがとう。ありがとう。何その可愛い俺。おかげで思い出したわ、自分の守ろうとしてきたもんを。押し切り、あんたらが教えてくれたこと俺忘れへん、この先ずっと。ああ、ケンヤ、
お前に一つ渡したいものがある、うん、ケンヤ。これはプロボクサー新人テスト申請書。来月貴様は17歳になる。プロライセンスのテストを受けられる年だ。俺の応援はしておいた。お前にその気があるなら受けてみないか。ケンヤなら秒でてっぺん取れるよ。ええか、俺なんかがプロになって。ああ、貴様は自分の中の恐怖と衝動を克服した。貴様はもう自由。羽ばたけ、プロの世界に。おっちゃん、俺ボクサーになるわ。頑張れよ、ケンヤ。なんか今まではさ、仲間だったサブイベで仲間だったやつとかさ、本編に来てくれとか言ってたけど、ケンヤはもうまっすぐボクシングに向かってってくれ。島流さえ裏の事件に巻き込みたくない、ケンヤはもう。頑張れよ。連れてきたぞ。おっ、ねえ、押し切り君、プロフェッサーについて何か知ってることだけど、プロフェッサーってやつが俺に手紙送ってきたんや。ん？手紙？ゲーム界で俺に負けた連中がみんな八百長やったっていう告白の手紙や。八百長の証拠写真も入っとった。対戦相手への送金記録やら、八百長支持者メールの印刷や、それにその手紙には俺戦った連中の住所も書かれとった。だから俺は顔隠して、そいつらに対話仕掛けることにしたんや。一対一、誰にも邪魔されへん。捨て頃の限界。八神さん。おかしくないですか？プロフェッサーは新景品、なんて、景品同盟を従えています。そしてその新景品同盟はゲーム界の主催者だしと。ならば、押し切り君に八百長の真実を伝えることや、選手を襲撃させることは、彼らの利益に反することになります。おう、不可解だな。もしかしたらプロフェッサーは、利益を得る以外の目的で押し切りをけしかけたのかもしれない。仮にそうだとしたら、新景品同盟とプロフェッサーは一枚岩ではない可能性がさえある。ということは、両者の関係性を見直す必要があるかもしれませんね。プロフェッサーがなぜ生徒たちを飛行に走らせているのか、そして新景品同盟との関係、まだまだ明らかにしなければならないことが多いですね。あ、でも面白かったボクシング部。ボクシングじゃ、ボクシングユースドラマか。で、やめて。でもさ、熱い戦いがあると楽しいよな。うぃー、ボクシングストーリー完結。お疲れっしゃ。お前一人で歩いたら危ないやろ、今の立場で。いやいやな、盗聴されてるとか常日頃。何を。まあ、会話はマキマに聞かれてるってことだろ。降りるときに返すよ。これに入れとけば電波遮断して盗聴されないの。へえ。この辺を一回りしたらまた病院前に戻ってきます。その間だけお時間をください。あの、あなたたちは。俺らは探偵で、北方先生とも話をしています。ミツル君のことや、それから5年前、河合深夜に何があったかも知っています。何の話か分かりません。結構です。ただまずはっきりさせたいんですが、俺たちは
あなたの敵じゃありません。そうなら、ご用は何です？真実を伺いたいんです。あなたの口から河合信也を殺害した件について。そんなことはしていません。終わらないよ、このドライブだったら。気持ちはわかるよ、息子はあんな目に遭わされてさ。先日、北方先生から電話がかかってきましたよね。彼は今、クアナと名乗り、偉人町で便利屋をしています。あなたに電話をかけてきたのは、あることを確かめるためでした。あること？あなたが公安に監視されているかどうかをです。公安ですか？この反応はあまり驚いていないのかな。それとももう心当たりがあるってことかも。なんか公安のお片付け係みたいな人が来たもんな。だって結果から言うと、あなたの携帯は盗聴されてました。変えようぜ。その通話相手は GPS で逆探知までされます。携帯の逆探知にはどうしても電話会社の協力がいるらしくって、そんなことがこっそりできるとしたら、日本じゃまず公安だけです。その公安があなたの弱みを握ろうと桑名を追っています。今の状況が分かりますか、楠本さん。もう携帯のそばでさ、もう爆音で音楽鳴らしてること。あなたは特殊な存在みたいですね。公安にやらかすよ、それで。ずっと出世ルートを外れていたのに、主流派が軒並み失脚して突然抜擢されることになった。おかげであなたは組織に対して恩もなければしがらみもない。ミツル君の身に起きた不幸には大衆の同情が集まった。そして実務でも有能となると、一官僚としては力を持ちすぎているようです。実際楠本さんは天下りの改革に組織の浄化と周りの都合に構わず正しいと思うことをどんどん実行してる。世論もそれを後押ししてて、もう大臣でさえあなたの顔色を伺ってるそうですね。そんなあなたを止めたい誰かさんが公安を動かしてるのかも。もしそういうことなら、私の敵は一人や二人じゃありません。その命令とあらば公安も従うでしょうね。公安というのは現体制の維持のためにある組織です。その体制を構成しているのは政治や経済を牛耳っている権力者たち。ただし彼らはそれぞれが違う理想や正義を持っていて、そこに多くの不都合や問題、つまりしがらみが生まれます。社会が人の集まりである以上、それは避けられません。そのしがらみを解きほぐすのが公安の仕事だと？そういう一面もあります。しかし世の中とはあらゆる価値観が混沌と存在しながら、それを継続させることが必要とされます。全てのしがらみを紐解いていけば、その先はきっと国家の崩壊でしかない。なら公安の役目とは、むしろしがらみに縛られながら国家を安定させ継続させることにあるのです。結論、あんた盗聴された可能性がさ、ええ、つまり公安が守っているのはな、そんな権力者たちのしがらみそのものです。だからそれにとらわれない私は確かに邪魔な異物なのかもしれません。邪魔な異物か、なるほど。つまり体制側の人たちにとってはあなたが群れの裏切り者ってことになるわけだ。序盤で話しましたね、この話。大人の偉い人たちにもいじめがあるってことね。うん、ああ、どこでもあるよ。だから奴らは楠本さんの弱みを嗅ぎ回ってた。せやな、国ぐるみのいじめやんな。そして河合信也が姿を消したことに気がついた。そのきっかけになったのが多分江原明宏の件です。ご存知ですよね。ええ、現役警官がどうやら息子を死なせたいじめ加害者に復讐を果たした。それを聞いてあなたの敵のうちの誰かがふとこうひらめいたのかもしれません。だったら楠本玲子は
自分の子をいじめた加害者をどうしただろう。公安はそれをきっかけに動き出したんじゃないですか。江原の件が発覚してからすぐの頃、 RK という半グレが神室町で河合信也の消息を探ってました。その結果、奴らは5年前に河合が拉致され、おそらくは殺されたと気がついた。私は復讐なんてしてません。会ったばかりの俺に秘密を言うわけないな。こっちはまだそれを引き出せる証拠がない。公安は河合の失踪を知ってもまだ半信半疑だったはずです。でももしそこにあなたが関わっていたとしたら、儲け者です。彼らは念願だった楠本玲子の弱みを握れる。あなたの話はいつまで続くの？調べを進めた公安はやがて楠本満と江原敏郎へのいじめに共通する人物がいると気づいたんじゃないでしょうか。それが沢先生です。彼女は満くんの元同級生で、江原敏郎を教えていた教師でもあった。おまけに直近では江原が殺した三越場の教育実習まで担当してたんです。間もなく RK は偉人町まで来て沢先生の自宅へ押し込んでいった。多分その時彼女の口から桑名のことを聞き出したんです。沢先生は桑名が三越場殺しに関わってるんじゃないかと疑いを感じていたようです。そこへ来て RK の相馬って男はプロ並みの尋問をします。暴力と恐怖で知ってることは何もかも喋らされる。楠本さん、彼女が殺されたことはご存知でしたよね。桑名との電話でもそう言ってたはずです。あなたはあの人の仲間じゃないんですか？彼は私に迷惑がかからないようにすると言ってました。二度と連絡しないとも。俺と桑名は一時休戦中の商売敵です。仲間とは違います。沢先生は名前を出したからこの人も動揺している。今しか聞き出せないことがあるかもな。満くんの容態は？息子さんは今どういう状況なんですか？いつ目を覚ましてもおかしくない状況です。問題はそれが13年間ずっと続いていること。植物人間か。そうですか。今年になって東都大病院に転院させたんです。少しでも目覚める可能性が上がるならと思って。でも結局やってることは前の病院と大差ありません。私には待つことしかできない。13年間は辛いよな。公安からあなたのところに何か接触は？誰か不審な人物が近づいてきたりとか。やってきましたよね、変のっちゃんが。心当たりはあります。うん。なんていう人ですか？そいつの狙いはあなたの弱みを握って操ることだと思います。もし本気であなたを排除するだけが目的なら、最悪事故に見せかけてって手もあるでしょうから。ええ、そうですね。もし心当たりがあるなら教えてもらえませんか？連中の狙いが何なのか。彼らの狙いは厚労省が管轄する年金を動かすことです。年金？年金？国民が積み立ててきた年金を厚労省の独立行政法人が運用しているんです。その金額は約160兆。えぐいな。え？それをもっと利益が出るようリスクを冒してでも運用しろという勢力がいます。要するに厚労省に国民のお金で博打を打てと。やばすぎるやろ。それが死にゆく日本経済を立て直す最後の手だと彼らは考えています。しくったどうすんの？この国の未来のために。そういうもんなの？もちろんうまくいけば大変結構です。ですがもし博打に負ければ、国を信じた人々の老後に私たちは何の保証もできなくなる。だから厚労省はずっとリターンは少なくても
堅実な運用を大方針としています。まあ個人個人で積み立てNISAとかやっとけってことやろ。話が見えてきましたよ。え、嘘でしょ、うん、ちょっと置いてかないでよ矢上さん。俺もよく分かってないよ。連中の狙いは年金を博打に近い運用に変えさせること。日本の経済を再生させるためにね。で、楠本さんは今大臣でさえコントロールできないっていう事務方のトップだ。そんな人が働きかければ年金運用の大方針も変えられるかもしれない。やれるとしたら今の楠本さんだけだ。実力があって国民からの信頼も厚い。別の新しい事務次官がやろうとしたってそれこそすぐしがらみに潰される。だからその弱みを握って操りたいってこと。ああ、しかももし160兆の博打が失敗した時には全部楠本さん一人のせいにできる。なるほど。それにしても160兆ってもうそこまで具体的な話で接触を受けてるんですか。かもしれませんね。じゃあ河合殺害の件について踏み込もうか。河合深夜のことを聞かなきゃなりません。ゆっくり胸にナイフを突き立てたんやって。その手で彼を殺しましたね。